暇な空白チャンネル。どうも、認知プロファイリング探偵暇空あかねです。助手の鳴子です。リーガルハラスメント提訴記者会見の発言について堀口秀俊代理人の神原はじめ弁護士を訴えた訴訟ですね。判決が近づいてきました。うい、なんか説明おかしくないですか。リーガルハラスメント提訴記者会見の時のヒデト T はまだアパホテル炎上、迷い橋炎上くらいでしか有名ではなかったし、神原弁護士はまだ代理人についてませんよ。でもこの訴訟では堀口秀俊の代理人となった神原はじめ弁護士が堀口秀俊の誓約書を提出して僕の本人尋問を迫ったりしてるわけだからね。堀口秀俊も重要な人物となった裁判だよ。重要というか必要に殺害予告してるだけだと思うんですが。そんな神原弁護士からいつもの本人尋問申請が提出されたよ。尋問したいことは次の通り。またですか。これ1のところ読んでくれる。はいはい。被告の経歴、被告の経歴って、被告は神原弁護士ですよね。神原弁護士が原告に自分の経歴を尋問。お前は俺のことをどれだけ知ってるんだ、ふふ。ということだろうかね。イデオロギーの違う依頼人の事件は受けない。と言いながら、バンコクで女性を購入しているヒデト T の依頼を受けている弁護士である。などの単発エピソードは思い浮かぶのですけども、どういう人生を歩んできたのか、詳しい経歴はぶっちゃけ知らないですね。難民高校生みたいな本とか出てるんでしょうか？知らない。神原弁護士本人の本人尋問も申請されてるね。説明したい事柄はこの通り。こっちでも被告の経歴ですか。あと全体的にこれは演説を希望したいってことでしょうか。ちなみに裁判所は神原弁護士の本人尋問は必要性がないので却下。原告の本人尋問は情報発信の動機が問題となり必要性がないとは言い切れないため一応採用する。あ、じゃあ本人尋問欠席で暇空配送を。報道等を見ていると原告は出席できないようには思うが、これは必要性の判断だから出席できるかどうかは判断に影響しないとの判断だったよ。でも行かないですよね。ついでに神原弁護士は同行を希望してますが。行けるわけないよね、これだけ殺害予告やられてるのに。神原弁護士は堀口秀俊の代理人をやってて、そんなことも理解できないのかな。もっと依頼人の堀口秀俊と話し合ってほしいよ。出頭できない正当な理由認められるかですね。タコ部屋訴訟ではダメでしたが。つうか精神的に苦痛だから出席できないで正当な理由に認められたことがあるのに、コラボタコ部屋裁判では萎縮してないから出席しない合理的な理由がないとかふざけすぎてると思うよ。堀口秀俊の度重なる殺害予告とその代理人弁護士がコラボの弁護士も通じていて、堀口秀俊は個人情報をボロにしたり横流ししたり無茶苦茶だってことについての説明が足りなかったのかな。堀口秀俊について詳しくなれってのも無茶な要求だとは思うのですが、情報量が多すぎるし詳しくなりたくないんですよ。でも繰り返し殺害予告してモニターにナイフを突き刺さずにはいられない異常者だから。警察だよ。でここで裁判官から弁論準備手続きの終結との指揮があったよ。終結？リーガルレスは終了ってわけですかね。そうだね。で本人尋問には欠席する旨をあらかじめ伝え、なぜ本人尋問に出席できないかを説明する準備書面を提出したよ。もし僕が何らかの理由で必ずこの日時にここにいると予告されたら、そこにミサイルが飛んできてもおかしくないと思うレベル。あはは、ミサイルはさすがにないですよ。はははは。例えばガソリン1と缶とライター持った人間のことを人間ミサイルって表現することはあり得るよね。笑えない表現はやめてください。せめてプリウスミサイルにしましょう。殺傷力変わらなくない？で6月17日に神原弁護士から堀口秀俊の陳述書が提出された。堀口秀俊は平穏に暮らすと誓約してるから危害を加える恐れはないらしい。嘘松。さらに動産執行をライブしてから堀口秀俊の殺害予告を恐れていないとかわけのわからん堀屈が出てきた。いやこれもうへりくつですらないと思うのですけども。で誓約書出したらしいのに堀口がまた殺害予告してからさ、それを証拠付きで提出しといた。誓約しても誓約できてないじゃないですか。僕が不思議なのは誓約書を裁判所に提出した上で裏切られたのに
神原弁護士がまだ代理人を続けるならすごい信頼関係だなって、いや続けるのか知らないし、神原弁護士がこの堀口の誓約書後の誓約破りにどう反論するのかも知らないけど、今空大将には平穏にしてるから猫八への殺害予告はセーフみたいな感じでしょうか。さすがに弁護士がそんなこと言うわけないと思いたいけど、まあ回答待ちですね。裁判が延長されたら延長で、延長されなければ判決が9月末頃です。そういえば太田恵子弁護士と神原弁護士の裁判については今更敗訴予定とか言われてましたね。じゃあその予想が覆った時どういう説明をするのか楽しみだね。勝てば正義、負ければ不当判決ですよ。書面はノートで有料販売しています。リンクは概要欄にあるのでよろしくお願いします。 YouTube とノートの売り上げは探偵と助手で折半しています。個別の投げ銭は探偵はノートのサポート、助手は固定ツイートまでお願いします。それではまた次回お会いしましょう。